はい、チームチョジャーベンです。今日は、大曲に来ておりまして、先ほどねちょっと撮影したんですけども、麺屋佐藤さん、こちらがね、このお店の姉妹店でした。ジロヘイさんってところですね。こちらジューベイさんかなと思ったんだけど、よく見たらジロヘイさんで、こちらね佐藤さんからなんと50メートルぐらいのところです。でこちらでもねちょっとこの後食べていこうと思います。こちらの方塩ラーメンですね。券売機で一番左上は、普通のラーメンだったんですけどね、一番人気が塩ラーメンということで、オーダーをしています。香りは結構香ばしい香りですね。お待ちの2名様ラーメン塩ラーメン注文です。はい、ありがとうございます。結構、香ばしいね、野菜だとかを使ったスープだとかね、そういうもののエッジが割と効いてますね。であと動物系と、魚介系かのスープになってるようです。で結構エッジは立ってるけどマイルドな、スープの味ですね。メンマがあって、チャーシューがあって、煮卵があって、麺はこんな感じですね。中ぐらいの太さのようです。美味しい麺ですね。この後食べていこうと思います。はい、いただいてまいりました。こちらの方のね店頭なんですけども、以前東京ラーメンショーにね出た時の、記事のようですね。途中でちょっと隣にね座られた方がいたので、中途半端なところでねなんとなく終わりましたけれども、麺の方ですけどね、あちらの方美味しい麺って言いましたけれども、なんだろうな、ちょっとツルツル感がありながら、滑らかで、それでいて結構コシもあるというような感じでね、なかなかね、不思議な麺なんですけどもね、とても美味しかったです。で、ラーメン屋行くと、時々この表面がうまく、スープをこう、馴染むというか吸うような麺があるじゃないですか。伸びやすいって意味じゃないですよ。麺の方はしっかりコシもあって麺として楽しめるんだけど、表面がうまいことねスープをこういい感じで吸収する、そんな感じの麺でねとても美味しかったですね。でスープの方もね食べてるうちにどんどん動物系が強くなってくる感じかな。多分コラーゲン系のね動物スープ、こちらの方が後味として効いてくるような感じでした。で香りがあるのもね生姜とか使ってるんでしょうけれどもね、そんなに生姜の存在感がドンとくるような感じではない、ですけれどもね、しっかりこう味を支えてるという感じのスープでした。結構やっぱりね大曲の花火大会もあって、並んでるような状況なんですけれどもね、人気店の一つで、秋田県のね、トピコというところ、あそこが春に改装した時に支店とかも出してる新進気鋭のラーメン屋さんです。まあ、お店としてはね割と古いのかなとは思うんですけれどもね、今乗りに乗ってるラーメン屋という形になっております。何よりね姉妹店のね、佐藤さん、店内で広告チラシ貼ってましたからね、50メートルしか離れてないのにすごい自信ですけどね、まあやっぱりそれだけのねことがある味でした。美味しかったです。ジロヘンさん、大変美味しかったです。また来たいと思います。以上チーム超人アベンでした。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ。